オワイヒー軍はアメリカ合衆国アイダホ州の南西宮に位置する軍である。面積ではアイダホ軍に次いでアイダホ州では2番目に大きな軍である。2010年国勢調査での人口は11,526人であり、2000年の16,44人により8.3%増加した。軍庁所在地はマーフィーであり、同軍で人口最大の都市は、 ホームデール氏である。1863年12月31日に設立され、軍名はハワイ人罠漁師にちなんで名付けられた。オアイヒー軍はボイスナンパ大都市圏に属している。オアイヒー軍は1863年12月31日にアイダホ巡州議会によって最初の軍として設立された。北にあるネズパーソ軍とアイダホ軍が ワシントン巡州の一部として、オアイヒー軍より先にできていたが、アイダホ巡州によって認知されたのは1864年になってからだった。オアイヒー軍の当初の軍域は、スネーク川の南、ロッキー山脈の長部より西にある領地とされていた。これには、現在のツインフォールズ軍、カシア軍、パワー軍が含まれていた。オアイヒー軍が、 現在の領域となったのは1879年だった。オアイヒーという名前は、ハワイという言葉を異なる綴りで表したものである。1778年に、ジェームズ・クック船長が、サンドウィッチ諸島と名付けたものを発見したとき、ハワイ先住民と出会い、これをオアイヒーと呼んだ。ハワイ先住民は、眼見な体格と航海術を注目され、多くのものが、 ヨーロッパやアメリカの船舶に乗組員として雇用された。多くのオアイヒーはアメリカの北西部海岸まで行ってコロンビア側沿いで職を見つけ罠漁師の遠征隊に加わるか、毛川交易基地のいくつかで働いた。3人のオアイヒーがドナルド・マッケンジーのスネークガー遠征隊に加わり、モントリオールに本拠を置くカナダ毛川交易業者である。 北西会社のために毎年スネーク地方に入った。この三人は1819年から1820年の冬に本体を離れて未踏の地域を探検し、その地域がオアイヒー川とオアイヒー山脈と呼ばれるようになった。彼らは死んだものと推測され、どこに行ったかについても情報が得られていない。この地域で失踪したオアイヒーを記念するために、 イギリス人毛皮用罠漁師たちがこの地域をオアイヒーと呼ぶようになり、その地名が定着した。オアイヒー軍の歴史は19世紀後半のアイダホを石鹸した鉱山ブームに密接に関わっている。軍内にあるシルバーシティとルビーシティが当時栄え、現在は州内でも有名なゴーストタウンになっている。最盛期は1880年代であり、オアイヒーはアイダホ順州で、 最も人口が多い軍だった。現在では人口規薄になっており、人口密度は1.4人平方マイルとなっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は7696.71平方マイルであり、このうち陸地は7677.98平方マイル。 水域は18.72平方マイルで、水域率は0.24%である。群域のほとんどすべては山の中の砂漠であり、山よもぎと玄武岩の豊富な峡谷がある。西部のオワイヒー山脈が景観を支配しており、平殿本は標高8403フィートである。最低地点は、軍の北西宮であり、スネーク川のオレゴン宗教地点は2000フィート強となっている。 スネーク川が北側軍境の大半を構成し、オレゴン宗教からエルモア軍のグレンズフェリーのすぐ西まで伸びている。スネーク川のシリューブルノー川はネバダ州から流れ出て北に向かい、軍の東部を通っている。オアイヒー川は軍の南西部に始まり、西のオレゴン州に流れている。最終的にオレゴン州内サの南、宗教でスネーク川に合流する。 ウルノーガは、ジャービジーが荒木ジーカは2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。